あれはいはいこんにちはこんにちは終わりましたちょっと始まりましたねなんかもうちょっとぬるっと始まるかなと思ってたら割とパッと始まりましね正直あんま慣れてないんでちょっと緊張してますはいお久しぶりですお久しぶりです柴田さん元気でした超元気あすげえ超元気ですねあの僕今年に入 5キロ痩せましたかもコロナ太りと言われてんのに<ン>逆にそうみんながあのコロナ太りって言ってるのにあのランニングを始めて <laughs> なんだ逆に良かったみたいなすごいですねお仕事は全然影響ないですか仕事ね減るかと思ったんですけどうん、うん、あんまり減ってないあそうなんだありがたいことにあのまあこれもズームですけどはい、はい、オンラインで取材が すげえ増えましたあーそうなんだ、うん、僕の仕事基本的にインタビューしてそれを文字に起こして原稿にするって仕事がほとんどなんでえじゃああれですねコロナが収束してもインタビューはだいもうオンラインでやるのが当たり前みたいになる感じなるかもあーそうっすか、うん、すごいなーやばいっすよそうするとあの結構、えー、だってあの疲れるからやんないけど物理的には、うん 1>, 1時間のインタビューを1日に5本とか今まで無理だったけどやれちゃうっていうああそういうことか、うん、ああ移動時間がないからそうそうそうう。えー、や,やんないけど疲れるからっていうかまあ <laughs> でも正直ありがたいことに僕ライブのお仕事、まあ、ラ,ライブレポートとかねそういうのはなくなったしライブ見に行くことも減ったからそれはすごい寂しいんですけど、えー、ありがたいことにお仕事減ってない、まあ、大谷さんどうですか、えー 大打撃っすね大打撃マジであのー、まあとりあえず劇場とか立てないのと、うん、やっぱり現場での仕事がほとんどだったんで、うん、そうだだって DJ と漫才だからそうなんですよだから本当にあの司、ー、馬、うん、さんに言うのどうかなと思いますこういう番組で言うの心のベスト10って言ってるのに、うん、メンタル超やられてますいやまあそうですよね うーんまあだからほんと家でエンターテインメントを、うん、触れてる時だけが、うん、まあちょっと癒やしというかじゃあ毎日って日常どんな感じなですか大谷さん毎日今まあちょっと筋トレして、うん、はいこんな言い方あれですけど刑務所の中みたいな感じですねだからマジで独房独房です筋トレ自分でして、うんうん、まああとはでも音楽聴いて、うん あとはまあ一日の8割は不安ですかね不安マジで <laughs> はい自分を見つめ直すっていうおお、きつい <laughs>、はい、それはきつい,い刺さる刺さる音楽が刺さるそりゃ刺さりますよ、うん、マジでねそういう感じですかね今最近のねだ,、うん、だからコロナが収束してもそのいわゆる今まで当たり前だったことが戻ってくるかどうかが、うん、まあ僕らはそうだけど僕らもそうですけど、うんうん どうなんすか音楽シーンもやっぱちょっとそこがね多分みんな聞いてくると思うんですけど、うん、いやーほんとねあのまあでもやっぱ僕は結構特殊な立場っていうかまあライターなんでそもそも家でできる仕事なんですけど在宅ではい、はい、でもやっぱ音楽業界基本ライブエンターテイメントですからねここ10年は特にはいめちゃめちゃ打撃ですよどこもかしこも それが戻ったとしてもなんかお客さんが戻ってくるのかなとか、うん、その現場が昔みたいな感じな,なのかなとか、うん、そこの不安はもうめちゃくちゃありますね。うん、<ー>そうですよねだって大谷さんの DJ ってソーシャルディスタンシングじゃ成り立たない感じがあるはい、はい、なんで僕らがやってるのはただの演芸なんで。まあ,あの大谷さんの DJ もそうだけど例えばパンクバンドのね、あのー、ライブだってみんながね 2メートル離れてモッシュできないもんそうっすよね、うん、ライブとかモッシュが、ね、あるからこのそうそう。だからライブハウス好きだから、うん、ライブハウスがちょっと悪く言われたりしたのがすごい悔しかったですね,ねだから僕もねなんかあのいろんな人音楽業界の人にインタビューとか最近してるんですけど、うん、やっぱねそれが一番答える、はい、で世の中は4月の 緊急事態宣言からロックダウン外出自粛になったじゃないですかイベント業界ってそれよりも2月半ば下旬にはもう自粛始まってたしそこの時点ではまあ2週間かな3週間かなって言ってたのがずる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 ,ずる伸びていってもう今の段階では1年戻るかなみたいな覚悟になってるもうそうなっちゃいましたね。絶対にあ,りありえなないいことが起きたみたみ でも今はだからちょっとポジティブに考えないといけないから、うん、ポジティブに、うん、だから要は100年に1回ぐらいのこういう災害だっていう人がいるからこ、うん、れに巡り合わせられたことはもう自分としてはありえないことだから何年か後になんかこういうことあったんだって言えるように今の時期を何て言うんですかちょっと受け入れていくというか、うん、だって田さんあれトラビス・スコットのあれ見ましたちょっとねえフォートナイトのねあ<ー>やばいですよねあ<ー>あいうのね あんなの見させらられれたた、うん、そそ時代変変変変わわわわったなって思いますもんそう、変わる、変わる、変わる、うん、あれ見ちゃったらああいうことがもういわゆるもうこれからの最先端まあ同時だと思うんですよ、うん、ライブの現場もあのサバイブしていくと思うんですよライ,、うん、ライブはこういう形みたいな、うん、距離取って数そんな入んないけどでも、うん、一方でああいうなんかフォートナイトみたいなやつが両存するみたいなうん、うん、感じに緩やがいなんのかなみたいなうん、うん、そうですね あとはね僕、やっぱ、あのー、多分なんだっけどこれはね、えっ、ー、と音声連の野村さん、あのーはいはい、バンプ・オブ・チキンとか、はい、そサカナクションとかかなぶんとかやってたやってるああのまあ、いわゆる、えー、ライブエンターテインメント業界のまあ一番今のそのトップの一人にインタビューしてんですこのしたんです、この間はい、はい、でそしたらそのやっぱりライブエンターテインメント業界は3段階で考えてるって言ってたんですよ、ね。よ 最初の段階はもうとにかく、えー、ライブで集まるのがだめってなったらそのとにかくオンラインでまずはその、えー、スタッフもミュージシャンもなんとか収益を上げるような形を頑張って作ろうと。まあちょっとと有料配信かで今は有料配信のプラットフォームもあの在庫っていうとこがいろいろやってたり、うん、あとはピアとか。 えー e、も始めたんででそそううすねそう結構それでもともとライブなかなか来れない人も含めて地方の人とか、ね、あのど子どさんいるところとかも含めてまずはオンラインでチケットを売るっていう形を作っていくのが第1段階だと。はいはい、そうですねで第2段階がさっき大谷さんが言ってたその、えー、人,との人,人との距離を空けて、えー、ライブ会場をオープンする。ただ そこはあんまり現実的じゃないって言ってましたね。あのそもそもなんていうのかな、えー、とじゃあ1000人のキャパで人と人との距離を空けて150人入れたら採算取れんと。はいはい、いや、そうそうそう、そもそもそれで採算が取れる設計じゃないと、ライブビジネスっていうのは。 もう最初第2段階というのはもちろんあるけどやっぱ最終段階として第3段階としてそのちゃんとみんな、えー、安全に集まれると。はいそのでまあそれも今まで通りっていうよりはこれは僕のイメージですけどそのそれこそ、えー、ワクチンなのか抗体なのかそのそういうものを持ってみんなが、えー、安全ですよっていう。ははい、はい そういう証明をななスマホに入れるのかなんかでチケットと一緒に入り口で提示する、はいはい、であの空港で帰るとかであの歩いてると体温測れるじゃないですかはい、はい、あれも多分入り口とかに多分設置される体温高かったら弾かれるで、えー、とりあえずそういう感じであの皆が感染させませんっていうのでもう ももしだいぶ演芸も何でもやってこれ OK ですっていう空間になるのかなって思ってるなるほどそこまでいけばってことですね、うん、はいはいはいなるほどねいやだからいろいろ考えますよだからライブの現場は僕はそれはそれで好きなんで、うん、尊いなと思ってるから、うん、なくなってほしくないなっていうのが本音ですねですよねうんまあでもあのデイブ・グロールとかも言ってた ですよライブがなくなるわけねえじゃんってみんながあのソーシャルディスタンシングに慣れて「いやーライブ行きたくないわ」って思う人僕の周りではあんまりいないしあ,、ね、あとはまあ普通に考えてみんなうずうずしてる気持ちあるんで、はい、だまあなくなることはないあの快楽を伴う濃厚接触だから。 なんんかかか今ややズームととででお見合いとかやってるんですよ、ね、そう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 なのにたらもう北海道と沖縄の人がそのズームの中で付き合っちゃって、うん、出会った瞬間がゴールじゃないかと思ってそう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 だからそこが快楽を伴う濃厚接触そうそうそう俺だから漫才もお客さんの前でやった瞬間俺泣いちゃうと思いますもん ね、ね。<laughs> それは泣いちゃう,う。い泣いちゃうと思う。これね、<笑><な>お笑いとかじゃないですよ。もう <laughs> もはい。<laughs> <laughs> でも、それは終わるまで我慢しなさい。<laughs> いや、本当そんな。でもね。<laughs> 本当ね、もうええわ、ありがとうございましたって言って泣くみたいなね。ーチャルな感じいや、だから、本当それとか、すごい考えますけどね。うん、なんですよね。<laughs> まあ、まあ、まあ、そんな感じですけど、まあ、一応はでもね。 受け入れてやっていこうかなと、うん、思っておりますそっかいやあのね、本当ねこれはね本当に大谷さんに申し訳ないけどマジで健康になったし生き生きとしてるんですよシロさん <laughs> 顔色いいもんあのね。顔どす黒いもん俺 <laughs> <laughs> まず、えー、毎日が規則正しくなったうん朝起きて 夜寝るようになった。はいはいはい。で、朝犬の散歩、夜犬の散歩。で、あの、近所の河原に。はいはいはい。えー、なんかランニングしたりし。はいはい。して。それで。あのー。こうやってズームで仕事とか、打ち合わせとか。はいはい。いいい取材とかして。いっぱい取材やりますよね。はい。ほんで、あの、原稿書いて。はいはい。ご飯食べて、犬撫でて寝る。 俺は,<や>俺は朝起きるじゃないですか。うん、そしたらあの仕事がないんで不安なんで現実逃避もう一回寝るんですよ。うん、もう一回寝てしばらくたってネットフリックス上げて、うん、愛の十字架が伊テウォクラス見ますよね。うん、見てる途中にエンターテインメント見てるうちに俺見てるばっかりの人なんだな今と思ってまた寝るんですよ。うん、自分は不不不安でで寝れないんですよ健健康だ、はい、不健康だと、うん、あー やばいな。やばい。大谷みつ。結構営業とか、うん、あの劇場とかで活躍してる芸人さん、ん結構みんな今メンタルやられてるみたいですね。ですね。ですね。リモートでテレビとか出れてたらいいんですけど、なかなかそういう人たちばっかじゃないんで。うん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 。そこは本当辛抱の時かなって感じですかね。なるほどな。うん、いやだって僕はあれですもんあのこれリモートにあの対応してあの。 早速、卓上マイクスタンド買って、音よくなってる。そうそうそう。俺、<は>あのー <laughs> ま、マイクスタンドでこれやってるっていう、オリジナルの。<laughs> やばい, <laughs> やばい、自分でもどうかと思うくらい対応してる、この状況に。だってヘッドホンもかっこいいやつだもんなんか。<laughs> んかやばい、まあ、そういうわけなんですよ。<laughs> はい。 じゃあ行きますか、そろそろ。うん。タイトルコール行きましょうか。せーの。心のベスト 10! こんなことやったことないっつうの。もう一回もう一回。心のベスト10リモートね。あ、そうそう。じゃあ受けましょせーので行きますねせーの。心のベスト10リモート。リモート。やっぱ合わねえな、リモート。合わねえな。いやー、まあなんで、結構ね、あの、割と僕、 まあ、こ今年5月じゃないですかははい、はいなんか早いですよね上半期そろそろ終わりそうですねね寝て,寝,寝てるうちにって感じですねタスリップですよ、ね、いやでもなんかやっぱりあのちょっとコロナ前がもう遠い過去になってる感じありますよねはい、はい 最初はコロナで自宅にいた時は取り寄せとか、うん、筋トレとか、うん、そういうことたまってたコンテンツを見るとか、うん、楽しかったんですよ。うんうん、でもそのコロナうつみたいな人って2ヶ月後、3ヶ月後に来るって。やっぱりその辺を全部こう開き始めてから、うん、今がやっぱり一番きついですね、5月がね。うんうん。だか,だから今、本当みんなが5月病になってるって。そうですね。うん でもこれ大谷さん、最近こうそういうところでグッと来た曲ありましたえっと、これ、いろいろいきたいですけど、いろいろきましょう、まず、何行きますフィオナ・アップルのニューアルバムどうですか、フィオナ・アップルね、あれ、はい、これね、僕ね、正直、やす絶賛されてる、はいはい、絶賛されてて聞いて、でも、し本当、正直言うと、そこまでピンとこなかったの。あそうっすか、僕はもう単純にこんなのやっていいんやと思いました。 ど,どうです単純に家にあるものを鳴らして打楽器みたいにして上からメロディー乗っけてるのもびっくりしたしだとにかくね生々しいっすよこのアルバム。うんうん、で「ピュアラップル」って基本的にそんなに多作じゃないじゃないですか、うん、ね八8年ぶりでしたっけこれもねああ。8年ぶりのアルバムで、うん、やっぱそのこれもコロナ真たなかの中で作られてるっていうのが。うんうん この人のなんか創作用のむき出しみたいなのが出てきてて、特にやっぱり1曲目の I want you to love me。うんうん、やられましたね。本当にね。うん、これはもしあれだったらちょっと聞きましょうか。聞ける聞ける。あ、これ、あ、LINE で来てるから、一星のせで聞きゃいいのかな聞きますかちょっと初めてのちょっとや,やってみよう。一星のせやってみます。ちょっとせーので。せーの。 だから、イントロから通すけど、音が本当少なくないですか少ない少ない。うん。多分これ、本当に家でやったんでしょうね。そうですね、うん、あの、これじゃないけど、ニュースペーパーっていう曲とかはもう犬の鳴き声入ってますもんね。で、これなんか、アルバムのタイトルが Fetch the Bolt Cutters って言うじゃないですか。うん。ボルトカッター t ってなんかなんかチェーンかなんか切る、はあはあははあ、な,なんか歯かなんからしいですようんうん、うん、そうですすねだから要するに その日常、部屋の中で閉じこもってる自分と、うん、さっき、まあ、自分もそうなんですけど漫才とかできない、うん、DJ とかできない現場で不特定多数の人がこう、うん、エンターテインメントとか、まあ、あとはなんすかアートとかも共有できないみたいなのがある中で正直、一番怖いのって、うん、これいつまで続くんだろうってことなんですよ。ちけ、うん そ,れをその不安からを切るみたいな感じのアルバムなんかなって聞いていくうちに。うん、ああ、なるほどね。うんうんうん、だから、志ュさん、PJ ハーヴーとか好きお僕ね、実はね、フィオナ・アップルも PJ ハーヴーもね、ま、あそ,っかそこまでピンときてないんですよね。時の PJ ハーヴーとかやっぱり。でもわ、わかる。わかる、わ、うん、か,かる。あのちょっと乾いてて、なんだけど。 すごいヒリヒリリしてる感じそうそう,そう攻撃的で、うん、昔のパーティー・スミスとかそうですけどうん、うん、縛りつけるもの抑圧するものからの逸脱みたいな。というとこのこの音の少なさそして歌とメロディーだけで持っていかれた時にそうそうだあのねフィ,オフィオナ・アップルで思い出したあのね最近「春眠り」さんのインタビューをしたんですよ。 これがね、今あのー、全然日本じゃなくってアメリカとヨーロッパで火がつき始めてるっていう話、えー、これが結構ねあの、フィオナアップルに通じるものがあるんですよあのどれかけようかなえーと、音的にはライオットがいいかなえー、と行きました行きました行きました1321よいしょ ああめっちゃいいなこれ志賀さん、うん、僕勉強ですごい春眠りさんはシンガーソングライター、うん、シンガーソングライターうんちょっとねラシンガーソングライターでもあるしちょっとラップが入ってるんですよねへ<ー>でもともと結構、えー、2016年くらいからやってて「ベイキャンプ」とかにも出ててはいはいはいであのー 言ってみれば日本だとこう女性でちょっとこうラップっぽいことをやってるみたいなのでトラックメイクもしてるっていうんで割とダオコさんとかあの辺りとあの並べて語られてる感じだったんですけどなんだけど面白いのがあのこの人去年くらいにあ一昨年か一昨年に出したアルバムをアメリカのその本当に。 1>, 1階の、えー、ブロガービデオロガーっていうんですか V ロガーがこの曲最高このサアルバム最高だってやったらそれがきっかけですっごい広まってへ<ー>であの向こうのフェスとか、あのー、プ,リメバプリマベーラサウンズだっけな,なんかヨーロッパの10万人クラスのフェスとか出てへえ<ー>っていう人で。 やっぱね、これやっぱ話聞いてみたらあのえー、とまあフィオノ・アップルもそうだし「ビョーク」とか「ヤーヤーヤーズ」とかあの辺にすごくつながるその文脈でやってるつもりっつっててあと「か,かまってちゃん」と「大森聖子」あなるほどなるほど、うん、はあんかやっぱり、うん、今回のフィオノ・アップルのなんかアルバム聴いてて、うん 音楽を癒しっていうよりは、うん、なんか自由と個人をなんか取り戻すみたいな感じで、うん、僕はなんかこの期間中はそっちの方にすごいエネルギーをもらいましたね。なるほどな,、えー、なるほど春眠れたら絶対これチェックしようめっちゃいいね超いいんですよフィオナアップルも絶超いいんですよねこれね僕が多分単,単純に多分そうあのピンときてないだけでね あ,あとなんかやっぱこの時期だからっていうのもちょっとあったのかもしれないですなんかそのビル・ウィザースっていう,うん、うん、ソロシンガーがちょっと亡くなったじゃないですか3月30日に81歳で亡くなってビル・ウィザースの「ラン・オン・ミー」っていうて「リン・オン・ミー」かな「リン・オン・ミー」だっけ、うんうん、なんかこれが結構割となんかラジオとかにもかかってて亡くなられた時にこれなんかすごいゴスペルっぽいっすよね もうこれはだってソウルのあのソウルクラシックですもんね70年代かなそうそうそう、うん、でなんか1972年なんですけどうん、うん、歌詞をなんか読んでると、うん、そのやっぱ人生って絶望の中にああることってあるとうんうん伝えばかりの時もあるとどうしようもない時もあるとうんそんな時に要するにまあ手を差し伸べて、うん、俺行くからみたいなうん、うん、友達の歌みたいな感じなんですよこれうん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 、うん、俺がやっぱなんかまあ それこそ震災の時とかに何かラジオで出たりとか、うん、まあそういうクラシックになってて、うんうん、特に何かその千百七十二年かと僕生まれた年なんですけど、ああそうだ。その歌詞の世界がめっちゃなんかね、うん、キャロルキングの継れ折りってあるじゃないですか。あれが千百七十一年であれバカ売れしてるじゃないですか。してる。うん、キャロルキングってなんであんな、いめっちゃいいアルバムですよ。めちゃくちゃ売れてないです。うん うん、いやいやいやず<っ>す,げーすげえすげえ売れて今も売れてる、うん、すっげえいいアルバムなんですようん、うん、でその中に「You've Got Friend」っていう曲があるんですよでそれは落ち込んで苦しい時にすぐに「あなたのもとに行くわ」って歌なんですよ「うん、You've Got Friend」っていう曲があって「うん、フレンド」の歌なんですよ、うん、だからちょっとこの「ビル・ウィザース」のこの曲にちょっと似てるなとか思ったんですよねほぼ同じ時期で、うん、これって結局1971年ってベトナム戦争バリバリの時なんですよそうだ そうだ、うん、要はベトナム戦争っていつ終わるかわかんなかったんですよ。ううううんうんうん、うんだからさっきのそのヒアナ・アップルのあれに回ってきたのは、うん、俺正直コロナってどこで終わりなのって思ってるから。確かにね。うん一番何が怖いって俺やっぱコロナにかかるとかってことも,もちろん怖いですよ怖いですけど、うん、どこが終わりなんですか俺っていう。あ だから戦争とかって後で考えると俺たちは何年終わったって知ってるからうん、うん、その後々見たらこの何年か後に終わるんだよなとかって分かるけどうん、うん、この当時の人たちって超絶不安だった時にやっぱ俺みたいに部屋で病んじゃってでも結局それを救ってくれる友達誰かがいて他者の優しさによってなんかこう救われてきたやねえかなみたいなやっぱ時代が呼んだアルバムなんかなってフィオナ・アップルはそういう。 ことなんかなちょっとねでもあの「レインを o n ってジャスティン・ビーバーとかアブリル・ラビーンがカバーしてるんですよねそのバージョン聞きましたあ,あ聞いてないですちょっと聞きませんバーバー僕もねこれ今今知ったの、えー、送ります送るだから今、ね、本当にこの曲が必要とされてるってことだと思うなるほどこれかけましょうよグラミーかなんかでジョン・レジェンドが歌ったの見ましたけどうん チャスティンビーバーが歌うとは思わなかったなだからカナダのアーティストがやってるみたいなるほどかけましょうかけましょう3321あやっぱりビルウィザーズ・トリビュートだうわーこれたまんないな、うん、そうやっぱ、うん、すっごい教会音楽っぽいんで,すよゴスルですねですねだってこれ このアレンジとこのみんなが歌ってる感じはまさにまさにですね、うん、そうそうたるメンツっすねそうだってこれあのジャスティンもそうだしアブリルもそうだしあとはブライアン・アダムスとかサラー・マクラークランとか、はい、まあまあ言ってみれば本当に超大御所ですよみんなうんでも今まさに必要とされる音楽なんですね、うん、日本っていうのは 持たれるるとか頼るうそうそうだからりんおみン,ンは僕を頼っていいよってことですよ。僕を頼りなよってことはそう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 いうことそういうこと。それはでもすっごいね、うん、コロナの中でね俺ね、うん、自粛してる中でねよく電話するの。うううんうん,うん、うん、でいろんな人と話して本ん、うん、本当、本当にそれで心少しだけ救われるのね。 だってあのさ71年はさキャロンキング同時にあのマービン・ゲームもフォワッツ強引を取ってるですそ,うだそうですよねだからあの時って本当に<え>やっぱりアメリカっていう国自体への信頼みたいなのも大きく落ちてるそういう意味でもちょっと今と近いところもあるかもしれないし戦争の時にすごく似てるのかなしかも終わりが見えないってことが。そ、うん、そうそう,そう,そうがあんな時に やっぱり誰かが助けに来てくれるうん、うん、横のつながりとか連帯っていうのがすごい大事なのかなとか思いましたちなみにこの you に「You've Got Friend」と「フ o アツ t s GOING」を両方次の年カバーしてるライバーがダニー・ハザウェイなんですよ、うん、まあ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 本当にソウルの暮らしで,で、ね、そのダニー・ハザウェイのライバーが超好きで昔からでも2曲カバーしててこれびっくりしたのは普通カバーってうん 昔の曲をカバーじゃないですかこれって1年前に流行った曲をカバーして歌ってるっていうところが、うん、それぐらいその時代の中でものすごい反映してたことなんやろうなっていうこの感じが一番必要とされてたやなっていうなんかその音楽っていうのが救済になってるっていうのがなんかそういうふうに思った時になんかフィオナ・アップルのやっぱどうしてもアルバムの話を最初にしたかったさうん、うん、そ,うそうだ結構あのあれ リンンミーで思い出したこういうタイプの,そのアーティストが一緒くたに集まるって、はい、それこそレディー・ガガのやつ「o n e w o r l d t o g e トホームありましたねありましたよねあれとかやっぱすごかったと思うあれもだってほとんど家からですもんね全員ねそうそうで、まあ、もちろんなんかあの、えー、と基本ねああなってくるとみんな弾き語りだからそのえー、なんかあん 派手なエンターテインメントが欲しいみたいな気持ちもわかるけど、はいはい、でもあの短期間でよくあれだけ話をまとめてだからガがすげえっていうやっぱガがすげえって思い,ませんいやめちゃくちゃ思いますよ、うん、規模が全然違ってて、うん、あんまりでも日本の人はそうそう。 オールただフジテレビがやってるのがすごいと思いましたね,ね。ね、ね。があるそうそうそう、でもあれもたぶ、えー、ん、ああ、違う、中継の時は,い<や>はいは、中継でやったんだ、フジテレビは、はいもう。夜中やったから、あんまりその騒ぎというか、あれにはならなかったけど、うん、あれってアメリカの三大ネットワークと、YouTube と,と,と、Amazon と、Netflix と、 えー、ツイッターとフェイスブックが中継ってって、はい、要はこれ業界的に言えばテレビとプラットフォームが全部やりましたっていう,、ね、いうことですよねだからあと、ね、とにかく歌うめえなと思いました、うん、本当。ね <laughs> アメリカのシーンガーってガチでむき出しで歌ったらあんな歌うまいっすね、うん、いやそりゃそうですよ <laughs> そりゃそうですよそりゃそうすり前なんだけどすげえなたこれで あれだけみんなが出てきてでも最終的に持っていくのはストーンズだっていうところもすごかった <laughs> あの最終的に全部持っていくのがチャーリー・ワッツっていう <laughs> なんかこうやって <laughs> チャーリー・ワッツがドラムのふりしてるっていうので全部最終的にそこがあの <laughs> ハイライトになってるっていうやっぱあのストーンズの強さねそうストーンズはもうやればいいんですからそうそうやってくれることがもう一番ですからねっ ストーンズの新曲聞きましたちななみにあ、いいてないですちょっとそれもいいですか,、うん、か,かけましょうあのねこれもねやばいんだよなストーンズの新曲なんだこれって思ったこれだあ面白い情報レディー・ガガのやつなんでフジテレビができたって、うん、スマスマのプロデューサーさんが一回動いたらしくてスマスマのプロデューサーさんスマスマにレディー・ガガが出たからっていうえ、うん、すげえ そうか。面白い。<laughs> かけましょう。はーい、じゃあ。の。アイマーゴーストリビングアゴーストタウン。やばいでしょ、これ。ゴーストタウンに住んでる。誰も外出してないから。そう。多分、コロナより前に取ってる、録音してると思うんです。いや<ー>。だって、かっちり取ってるじゃないですか。かなりドラムも。あの、ギターも、ボーカルも。 ね、ス i ーストーンズクラスのバンドが、まあ、もちろん自宅にス,スタジオとか持ってるかもしれないけど MV だけ後通りすか、ね、そう MV は後で撮ってるはず先の新世界ありましたよ <laughs> だからこれって全然コロナになる前にこの歌詞を書いてるってことですよだってすごいですよ人生は難しかったよでも今じゃみんなロックダウンって歌ってるのへえ<ー>まるでゴーストになった気分だ あ,あ、そうなんや。で多分これは映像はあのロックダウンになってから撮ってるはずレコーディングは多分去年あるんやこれだってちょっとビル・ゲイツかローリング・ストーンズじゃないですかね本当にこのっホントにホントにすごいよこのストーンズのなんかめちゃめちゃ予言 <laughs> 怖えなー超怖いだって75歳超えてるわけですよこの人達そっかーで単に SixTONES の8年ぶり何年ぶりかの新曲っていう意味でもとんでもないビッグニュースなのにはい、はい、それがコロナでパン,パンデミックでみんながロックダウンになってる時にそのことを歌った歌詞になってるっていうなんかだからやっぱ時,時代うん その時の社会性時代みたいなのが自然と引き寄せられるか、うん、もしくはそういう時に聞くからまたに刺さっちゃうんだよな、ね、だからこれはどっちかっていうとそのねあのストーンズだからあのいわゆる寄り添うとか励ますとかじゃなくて、はい、もうちょっとなんかあの、えー、いい意味で悪いですよ。いい意味で本当に70歳超えて不良。かっこいい。 か超かっこいいだって俺はゴーストだってあの探してもいいけど見つかんないぜって歌ってるっていうだからこれってどっちかっていうとウイルス側の視点なんですよね <laughs> はい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 、はい、つまりウイルスが主人公だとするとこの歌詞ってすげえフィットするんですよなるほどねこんな不良いないよって思う <laughs> あー ストーンズガーナでロックバンドとしてのアプローチなんですね。そう、これはもうロックバンドの今の時代のロックバンドというよりも本当に60年代70年代の悪い,はい,はい,、はい。なるほどね。うん、いやーでもこれは僕は結構ねあの最初聞いた時はゾクってしたし、うんうん、あのちょっとこうあの曲自体あのすごいいいんですよ。あのかっこいいから結構。 ちょっとオーセンティックなね、なんかローリングストーンズらしいナンバースね。そうなんですよね。超かっこいい。うん、なるほどね。そう、新曲がいいって結構。ストーンズやっぱ、あの、基本やっぱライブやって、もうスタートミア,アップだの、あのブラウンシュガーだの。もう名曲で盛り上がるバンドになってたから。うん、新曲がこんなにアクチュアルなローリングストーンズって最高って思って。元気感あるなそう。そう、最高ですよ、ローリングストーンズも。 それこれひっさげてレディー・ガガの番組出てるわけだからねチャーリー・ワッツがこうやってるそうですよかっこいいめちゃめちゃかチャーリー・ワッツドラム叩く真似だけですか叩く真似しかしてなかったもんだってゴールデンボンバーみたいそうゴールデンボンバーみたいない場所のシンバルたたいてたこうやってまさかローリング・ストーンズがゴールデンボンバーなるマジであの エアードラムだった。もん